創作童話、野良猫の暮れた夜。ずんだもんには人気のなくなる深夜にそっと家を出て近所を1時間ほど歩き回る習慣がありました。ずんだもんは本当のお母さんを探しているのでした。そのお母さんはとびきり優しくて綺麗で若くて聡明で、何よりずんだもんのことを誰よりも理解し気遣い愛してくれるはずだとずんだもんは信じていました。ずんだもんはお月様に尋ねます。僕の本当のお母さんがどこにいるか知りませんかなのだ。お月様はずんだもんが空を見上げた時、大抵とても高いところに浮かんでいるので、きっとこの世界のいろいろな場所を見渡すことができるに違いないと思われたのでした。しかしお月様もずんだもんの本当のお母さんのことは知りませんでした。ずんだもんは夜風にも尋ねます。風さん、僕の本当のお母さんのことを知りませんかなのだ。夜風はいつもどこからか吹いてきてどこかへ吹いていくので、きっといろいろな場所へ行ったことがあるのだろうと思われたのでした。しかし夜風もずんだもんの探している人のことは知りませんでした。このようにしてずんだもんは毎晩月や風や石ころや木や草たちに尋ねて回っているのでした。しかし誰一人ずんだもんに本当のお母さんの居場所を教えてくれるものはいませんでした。ずんだもんはいつも寂しそうに肩を落として一人で家へ帰っていくのでした。ずんだもんのそんな様子を20年間見守ってきた野良猫がいました。この野良猫もずんだもんの本当のお母さんのことなんて知りません。もしかしたらどこかにいるかもしれませんが、多分どこにもいないだろうと思っていました。正直に言うと昔はずんだもんのことを少しバカにしたりしていました。でも野良猫は長い時間の過ぎるうちに、いつも寂しそうにしているずんだもんをかわいそうに思うようになっていました。ある綺麗な夜、野良猫はずんだもんに話しかけました。ずんだもん、私はもうすぐ遠い場所へ行きます。もうここへは帰って来られません。でも、もしどこかであなたの本当のお母さんを見かけることがあれば、あなたが探していることを伝えておいてあげましょう。ずんだもんはとても喜びました。ずんだもんは様々なものに何度も何度も同じことを尋ねてきましたが、答えてもらったのはこれが初めてだったのです。ずんだもんは年老いた野良猫に誰にも見せたことのない本当の笑顔でお礼を言って、その夜はすがすがしい気持ちで家へ戻ったのでした。ずんだもんはその次の晩からも深夜になると辺りを歩き回り続けました。あの野良猫が間もなく旅立った後もずっとです。しばらくは以前より少しだけ様子が明るくなり、電柱や郵便ポストに本当のお母さんのことを尋ねるのも少しだけ楽しげにしていました。しかしいつまでたっても本当のお母さんは見つかりません。誰もその人を知りませんし、何の返答もくれません。そのうちにずんだもんはまた暗く悲しい元のずんだもんに戻ってしまいました。ずんだもんはどんどん年を取り、いつしかあの野良猫に話しかけてもらった夜のことも忘れてしまいました。あの夜がずんだもんにとって人生で一番幸せな夜だったのに。